なるほどザ高野です。はい、高野駅前にやってまいりました、はい、ここはですね、うん、高野銀座通りと呼ばれるところです。はい、でこの通りはですね、盛大な盆踊り大会が開かれていました。幕末に高野村の商人らが商売繁盛と豊作を祈願して踊ったのが始まりです。その中に高野盆歌というものがあるんですが、ここでクイズです。はい、じゃじゃん、じゃがじゃん、はい、はい、これは歌詞です、はい、この A と B と C には何という言葉が入るでしょうか。 B と C は言葉は違うんだけど、意味は同じ。難しい。なんていうかね、A はね、まあ、感情を表してます、だダメだ、もう本当に下ネタにしか行かないからいかん。ダメだ。やめよう、やめよう。全然アレンジもいい。あの、ある程度コンプライアンス考えていただいて、はい、はい、お答え。俺ずっと今静かに、ずっと静かに下ネタばっかり。B と C はどんな方がお嫁に来てくださったら嬉しいかなっていう。じゃあ A は。3文字です。おう、3文字、はい、好きという感情を3文字で、好きという感情、演歌なんかでもよく出てきますよ。お相手の方を好きになることを、え、ちょっと俺らアホすぎるのだから、全然全然出てこないけど、多分もう全然答えが出ないので、はい、あの次の約束もあるんですよ、はい、なので、はい、次の場所に移動するまでに考えてもらって、はい、移動した場所で答え合わせしましょう。わかりました。アホでごめんな。全然わかんない。B と C は人で例えるなら、吉永小百合さんみたいな方かな。全然わかんない。ほら、ボケなさい。ボケるのも大変だこれ。はい、次の場所に来ました。はい、はい、なんかたっぷり考える時間あったけど、そうですね、車に乗った途端にピンとひらめいた。すごい、まあ、ゆっくり思いましたよ。やっぱり椎名めぐみさんは、あのプワキンの企画でもクイズ系とか、ああいうのは本当ダメだよ。あー、そうかも。もう大丈夫です。もう大丈夫。火曜日空いてるのに。めぐったんからかな。いいですか、さっさとじゃあ私。そうですね、はい、はい、じゃあ、はい、これもいいですか、はい、はい、どうぞ。はい、はい、抱いて夜明け鳥は夜に抱いて泣く。 そっち下に行く。私はあなたに抱いて泣く。踊り踊るならノリよく踊れ。顔の良い子を嫁に取る。果たしてこの時代にノリということがあるんだ。夜明け鳥は夜に惚れって泣く。私はあなたに惚れて泣く。踊り踊るならブリーグ踊れ。ブリのいい子を嫁に取る。おブリーグ、ブリーグ、ね、そうか、惚れてだ、はい、そうだ、おなごブリとかね、ブリってほら所作をね、まず言う、踊れっぷりとか、そうそうそう、ブリ、はい、惚れて、惚れてんだ。 B はね、キレよく、踊れ、キレの良い、あ、こう嫁に取る、小股の切れ上がったとかって言うじゃないですか。あ、はいはいはい、なんかキリッとしましたね、またね、なんか、はい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 、で、私はあなたに抱いて泣く。すげだって表現、ダイレクトで抱いてっていうの。思いっぽいに落ちる。めぐみちゃんの好きだっていう表現は抱いてなんて。うん、もう、で、付き合ったら抱かれたっていう。ちょっとお父さんも寝てるんだ。お父さんもしっかり見てます。あ、写真した。はい、それではスタンバイお願いします。これを。
おーい。そうだね、これで、素敵な、ね、フレーズですね。踊るなら、しなよく、あ、しなのいい子、まあ、品のいい、品のいいってことね。そうか、なるほど、なるほどな。はい、ということで吉永さんか、そうか、そういうことか。そう、そもそもごめんなさい、俺がずっとこういうとこ鳥って呼んでたんだ。私も鳥だと思ったら背一個なかったですね。全然見えるのがカラスでしたね。夜明けカラスだった、素敵な歌詞だった歌詞です。惜しい、みんな、みんな惜しい、みんな惜しいじゃねえんだよ。惜しい。じゃあですね、シャバさんはまあ10点。おう、0点、0点だな。はいはいはい。バリトンさんは10点、はい、3点かな。はい、ありがとうございます。な、顔のいいっていうのもヒント。 A は0点です。0点ですか、うん、はい、そうですか、うん、でも品よく、品いい人ってノリもいいですもんね。まあね、空気読めるみたいな感じでね。空気も読めるし、うん、1点、1点、ありがとうございます。もろった、もろった、1点もろったで、うん、やっぱ品いい人って顔もね、最高に。そう、やっぱり表情は顔に、あ、出ます、出ます、出るって言いますからね、はい、0.5点。 0.5点。数えづら。次行きますよ、早速、はい、はい、行きますも何も、来てます、はい、ここでね、来てますですね。到着しました。ここ、はい、はい、世界文化遺産の伊勢堂遺跡、はい、2021年に世界文化遺産になった北海道北東北の縄文遺跡群の一つです、うん、縄文人の世界観や社会構造を復元できる貴重な遺跡となっております、はいはい、そうなのかも。ストーンサークル、まあ、環状列石とか、うん、はい、これが4つも見つかってる、うん、4つもあるな、日本でもここだけだと、はい、はい、これかね。お、ここは出土品だ。こんなのいっぱい出てきたんだ。すごいな、すごい。絶対まだ埋まってるとことあるんだね。もちろん、ああ、そうだね。お家の下とかにね。お家の下にね。そしてここが土偶のコーナーですね。はい、いっぱいいる。へえ。そうそうそう。15番。これだ、ほら。やっぱりなんか有名だもん、これ。うん、ああ、そうそうそう。ね、うん、これ割と土偶の中でも有名な、うんうん、はい、あの土偶といえば遮光器土偶で、うん、ですよね、うんうん、青森県が有名なんですけども、うん、この辺りでも同じようなものを作りますので、うん、42、43のあたりではまるでクッキー出すよ。ビスケット出すよ、ほんと。43番どれ、これこれ、こう、この辺。43番は小型土偶だって、この辺。あー、うん、あここで問題です。はい、はい、榎本さんが一番好きな土偶はどれでしょう、うん、ああ、これ A を書いて回答していただきますので、じっくり書いてください、はあ、はい、ちょっとタイプを知らない、うん、あ、そうそう、榎本さんに質問してもいいです。あ、塩顔、醤油顔、こっち系だなみたいなのってあるんですか。いい質問ですね。好きなの、そうですね、なん何かこう引きつけられるような顔をしている、見学者の方がイケメンだと。おイケメン、あら、イケメンですか。イケメンだなっていうことで、私はこちら。おお、マッチョ。22番。22番。キリッとしたタイプがお好きだって噂を聞いたので、うんうんうん、そんなお腹割れてたっけ。多分割れてた。これドキでは表してないですけど割れてると思う、うん、実はそう、はい、うん、では、うん、バリトンさんお願いします、はい、私は30、イケメンなので、うん、やっぱり32番と、うん、
榎本さんが並んで、あ、似てる。行きましたね。榎本さん、いかがですか。32番、はいはい、まあ、ちょっと物はちっちゃいけど、うん、なんかすげえ、まあ、いい顔してましたね。普通に整ったお顔立ちのだったのよ、はい。では、はい、シャバさんお願いします、はい。まあ、イケメンっていうね、はい、話もありましたんで、うん、この中に、うん、ちょっと唯一、うん、あの僕に似てるのが、いましたシャバさん。すげーなー、ね、イケメンシャバさんいました。17番ですけど17番はちょっと頭ヘアスタイルがこうシャ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 っとなってる感じが、はい、ヘアスタイルがすごい強調されてるんで、うん、3人で揃いました、うん。では正解を私の絵で表したいと思います。はい、どれぐらい忠実なのかな。はい、ね、野本さんの好きな土偶はこちらです。はい、じゃん。じゃん。32のバリトンさん。すごい。土偶でーす。すごい。すげえ。そうですか。ぴったり、ぴったり賞。ぴったりだ。親しみある感じですね。ちょっと賞。確かに一番なんか本当顔に近いっていうかね、うん、ちゃんとしてる。もしかしたら年代も意外と新しいんでしょうかね。おっしゃる通りです。俺意外とここいいな。随分しっくりきてる。そう本当に。点数ですけれども、はい、うん、もちろん満点の10点、はい、プラス、はい、もう10点差し上げます。それはそれね、いきなり今一等賞なんでね、もしかして今多分一気にえそうですか、20点入りました。 ありがとうございます。22番中空土偶。中空、どういう意味があるんですか。中身が空洞なんですよね。中身が空洞。中身が空っぽなんですね。一点あげますかね。一点ですか。一点あげましょう。一点ですか。ありがとうございます。空っぽだからね。うん、17番はちょっとですね、自分がイケメンだって言った人ですよ、うん、そうですね、自分イケメンです、そうですよね、ナルシストじゃあ0点基準よ基準。ラーメン屋さん、ラーメンさんです、はい、はい、いただきます。いただきます。お、麺太めだ。本当だ。お、ほら見てください。あら、麺かもやしか分からなくなりました。本当だ。褒めてんだよね。うん、褒めてる。熱々、美味しそう。熱々、美味しそう。いただきます。はい。お父さん、お父さん、うめえ、うめえ、新米のお米、お新米、あ、新米ね、うん、おいしい、うまい、おお、あ、ほっとする。シャバさんワンパクですね。あ、まだある、うん、カレー。いやでもバッチラーだった時って嬉しいもんな。すごい、うん、だって高校の時だって当たったことない。40分の1ぐらい、まあ、あの数で当てたのはすごいですね、うん、皆さんお腹いっぱいになりましたか。ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあここで、はい、はい、3という漢字の五画目と13画目は、うん、どこでしょう。五画目と十三画目、はい、五画目と十三画目です。書き順です。書き順テストです。あ、なんか今日十三ね、勉強した。13こと13です、はい、漢字とかみたい。いやマジで書き順が苦手。でも私合ってたんで。オープン。はい。でーん。お。でーん。あれ？でーん。これは一緒だ。うん、三人とも。これみんな違う。米がみんな違う。あ、なるほど。五角目は同じで。そっち先か。十三角目がみんな違う。皆さんバラバラと。うん、はい、うん。なるほど、わかりました。うん、それでは、はい、答えを書いてください。
実演します。はい、5うわえ、タネからいや、マジではい、え、でも13素直にそこか、はい、合ってる、うん、さあ、ということで、はい、めぐたんは0点、はい、残念。シャバさんも0点、はい、伊藤さんは半分だったので、はい、5点です。ありがとうございます。はい、お伸ばしますね。やっぱ後半だってさっきこうって言ってたじゃないですか。最後30点ぐらい欲しいな。そっか、うん、そうだ。ではお腹もいっぱいになりましたので、はい、次の場所に行きます。行きましょう。ありがとうございます。なるほどザ。お、早っ。鷹の巣。鷹の巣、はい、はい、最後の場所です。はい、はい、ここはですね、浜那須工房といいまして、はい、秋田八条という伝統工芸品が作られていますけど、もともと保育園だったものだそうです。あ、はい、あ、広々、こんにちは。こんにちは、はい、ご案内いただく奈良田敏子さんです。あ、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。もう一人の方は何とおっしゃるんでしょうか。藤原さん、藤原さん、はい、はい、お邪魔します。はい、ここはなるほど、なるほど、あ、いろんなものが素敵、ね、え、おー、動かしてほしい。すごい、今旗織り、ね、織ってる途中なんだ。ほら、うわ、はい、見せていただきます。はい、自動だ。おお、いや、もう何がどういう役割をしてるのか、ね、うわすごいっす。うわ、だって色欲しですもんね。結構細いな。特徴なんですかね。この人並べるのは人がやるんですか。はい、だってこそ一本ずつ通すんですよね。今ってこの秋田八条ってね、今そんなに多くないんですよね。あ、お一人？一箇所ってお一人？え、一人？へえ。後継の方？一度。あ、後継者。後継者が。そうなんですよ。ちょっとご紹介しますとですね、はい、江戸時代に生まれた草木染めの伝統工芸で、はいはい、一時作る方がいなくなって生産が途絶えたんですが、うんうん、現在はこの浜那須工房で伝統をつないでいるということです。何年目なんですか。去年6月からので今ちょうど1年ちょっと、なんでまたやろうと。飛び色がもう見た時にもうすごい、うん、なんていうんですかね、一目惚れ状態になってしまって、うん、これはやるしかないということで、はい、やってしまいました。地元の方ですか。違います。どちら。あの、岩手の盛岡。おました。あ、ここで問題出されても、はい、バリトさんに勝てる気がしますちょっと問題はあのひねられてる。あ、そう、はい、うん、はい、お話伺っている敏子さんですけれども、はい、この道なんと40年。お、45年、秋田八条に携わっている敏子さんの、はい、元気の源は何でしょうか。そういうクイズだものね、はい、ヒントはもらってもいいの。あ、まあまあそうですよね。一つって決まってるんですか。何でも好き、意外と何でも好き、それが、はい、ないけど、その中で好きなもの、それはもう長く好きなものですか。昔から。あ、昔からのがやっぱりいいね。ああ、ハモンのなんかグラタンとかさ、一つけば揚げてしまうようなのでね、朝晩食べてもいいような。朝晩そんな濃いようなものじゃないと。朝晩いいですね、いいですね。かわいい。ではめぐみさん、うん、はい、私はこれからも健康で活動できますように。はい、おー、なんと、なんと、そして北秋田市だから、とんぶりも入れると美味しいですよね。2日
に一回は食べてもおお、ではバリトンさん、はい、お願いします。なんとなくやっぱり、まあ、地域も近いのかなと思って、うんうん、タケノコ汁、うん、おタケノコ汁、うん、あと後継ぎもできたし、あ藤原、あ藤原さんの絵ですか。え藤原さんお昼食べたよ今日、すごい、もう秋なのに、やっぱ食べるんだ、秋なのにあるの、ざわざわと来た、すごいすごい、ざわざわくぐるぐらいの反応、ビビッと来てます。竹のお昼食べたよね今日ね、食べた、さすが、あいあい出ました、リアルあい、やっぱり糸をね扱うお仕事をずっとされておりますので、うん、はい、あのスルッと食べられるですね、うん、イボの糸をですね、あー、そうめん、そうめん、あ、二人並んでた、二人並んでる、そうめん、ええ、そうめん爆笑です、かぶってる、かぶってる、爆笑、爆笑、私そっくりだそう、はい、ね、金曜日手延べそうめん、はいはいはい、肉団子だもん、家豚の家で、うん、食べたばっかり、あら、なんでみんな、なんで、ちょっと怖いですね、本当にどれに合うのって、なんかもう、初めて会ったとは思えないぐらいの、あら、ね、なんでわかるの、なんでわかるんでしょう、とし子さん、この中で1番の方に30点差し上げたいんですけど、30点どうしましょう、今はやっぱり、うん、タケノコ汁で、わー、ありがとうございます、タケノコ汁、すごい、出ました、昼間食べてくれたもの、タンタンの味噌汁でね、やっぱりタケノコ入ってるんだよな、じゃあもう次は20点差し上げたいんですけど、どっちに10点しますか、どっちかといえば納豆納豆、納豆ですか、納豆に20点栄養だもんな、栄養ですよね、ありがとうございます、も入るし、この2人が30点、20点だと、とし子さん、イボの糸は何点ですかね、あの20点で、20点おえ同点、とし子さん、よし優しい優しさ似顔絵も20点逆転されるクイズは終了となります、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、なるほど、ザ・タカノス。